田舎のネズミと町のネネズズミミ田舎のネズミの家に友達の町のネズミが遊びに行きましたでもテーブルに並んだ麦やジャガイモを見て町のネズミは気の毒そうに言いました「君にごちそうしたいよ」「町にはおいしい食べ物がいっぱいあるよ」そして町のネズミは友達にケーキやチーズの美味しさを教えるのでした わあ行ってみたいなじゃあ今すぐ行こうよ町のネズミに連れられて田舎のネズミは大きな町に着きましたパンや果物が並ぶ店を通るたびに美味しそうな匂いがします僕の家に行けばパンも果物も食べられるよ家に着くと町のネズミは台所に案内しましたパンやケーキ 果物、チーズ、ごちそうがいっぱいですお腹いっぱい食べなよわあ、いただきます食べ始めた途端、ドアが開いて人間が入ってきました誰か来た、逃げろ二匹のネズミは大慌てで穴の中に隠れました出て行ったぞ、さあ食べよう けれども田舎のネズミは食べた気持ちがしません。ビクビクしながらごちそうを食べるより僕は貧しくてものんびり暮らした方がいいよ。田舎のネズミは町のネズミをかわいそうに思ったのでした。おしまい